気象庁は11月から来年1月までの3ヶ月予報を発表しました。まずは気温の予報です。西日本や東日本は寒気の影響が小さく、気温は平年よりも高い予想となっています。北日本も平年並みか平年より高い予想で、全国的に暖冬の可能性が高くなっています。続いては降水量の予想です。日本海側の降水量は平年並みとなるものの、寒気が南下しにくいため雪の量は少なくなりそうです。関東以西の太平洋側は湿った空気や低気圧の影響を受けることがあり、降水量は平年並みか平年より多い予想となっています。全国的に普段の年と比べると冬らしくない天気の傾向となる見込みです。詳しい最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもぜひご確認ください。